ピオキングです。今日もですね、一発マリオとドロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオパワーなんとかもう読めないね。パワーリアティングみたいな感じのコースだと思うんですけど、今日もこのコース激そうですね激そうなくらい難しいですね。今日もどうせこの後トロールコースやっていくんですけど、もうこんな難しい一発マリオとトロールコースやっていったら、僕いつかハゲるよ。僕ハゲキングになってしまいますよ初見の皆さん申し訳ないです。うるさいですよね。じゃあパウブロックを持ったままゴール、早速このコースやっていきましょう。これはどうするんだろうね。一旦このまま上上がっていっていい？うわ、意味わかんねえ。このパワーブロックってさ、上に投げれないよね。あ、やっぱ上に投げれないよね。スーパーマリオワールドのスキンじゃないと上に投げれないんですよね。っていうことはですよ、パンを置いてどんどん登っていく感じじゃないの。こういう感じ。うわ崩れるのね。でも絶対に生き方があるはずだよね。このパワーブロック上には投げれないっていうことが分かりました。じゃあどんどん頭に乗せて乗っけていくんじゃないの。ほら、これがヒントになってると思うんですよね。ただこのまま上に上がっていったらやっぱりこうなるよね。多分このパワーブロック上コマンドを押し続けてなかったら、このちょんちょんちょんって跳ねるだけで、あのパワーブロックが発動しないんですよ。なんでね、上コマンドを押し続けないで少しずつ上に上がっていけば、多分このパワーブロック上の方まで持っていけると思うんですよね。早速やっていきましょう。むずけちょっとごめん、これマジ黙っていい？これ黙んないと相当難しい。これ喋り続けながらする人マジ神だと思うんですよね。でもその神に今日は僕がなりたいと思います。全然進んでね、全然進んでないけど、この調子でいけばいけると思うんだよね。おっ、えっ、くっそ悔しいいや黙んないよ、僕は喋り続けます。この激ムズコースを喋り続けていってこそ実況者の鏡僕は何回やっても黙りません。黙んないで行くこそこそが行くこそこそ行く人こそがこの実況者の鏡ってもんでしょ。こんな激ムズコースを黙んないで行く。ほーら、行けたこれリズムに乗ったらいけそうじゃない。このパウの動きはね、一定だもん。ほら、今タン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 ってなってるでしょ。この間の音を取れば、多分タンタンタンってすぐ上に上がれると思うんですよね。ちょっと調べてみるわ。わかりました、ちょっとリズムに乗るんで見ててください。タンタンもうちょっと早くがいいよね。ちょっと待ってね。タン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 、カルビロース、なんとか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 もうちょっと、もうちょっとできる。最後にこのパウブロックを持つことができるのか、それが不安ですけど、ちょっと見ててね。いやもう黙ろう。いや、まだ黙んないよ黙んないでこのコースクリアしてみせたいと思います。そしてピオキングすげえなあいつ喋りながらこのコースクリアしたぜみたいな。ただこのコースクリア率が 0.8% ぐらいだったけど、喋りながらすると多分 0.2% ぐらいまで下がると思うんですよね。過去仮ですけど、この 0.2% のクリア率僕はクリアしたいと思います。でもこうやってリズム的にいけば大体ね、いけるんですよ。もう乗ってきた、乗ってきたよマリオ。そのままちょっ、ね、悔しい。あとちょっとじゃっちゃじゃん。このコースの説明文にも書いてたよね、精神力と集中力を研ぎ澄ませろみたいな。そんなのね、こんな喋りながらできるわけがないんですよ。じゃあ黙れよお前って感じなんですけどそろそろもういいよね。結構上まで来てるよ。ほら、結構いいところまで来たよ。ここまで来ればもうこっちのもんだと思うんですよね。こっからマジで集中させて、ほっ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 、えっ、よし来た。あとちょっと、一番上まで行こうか。一番上まで行って、こっからどうやってパンブロックを持つかだよね。もうちょっと上まで行くね。ほっほっ、よし、こっから右に降りてパンブロックを持てばゴールできる。おい、やったありがとうございますはい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、トラブルのウォーターズトラブリングトロール。
水の問題が起きていたみたいな感じのコースかな。それでは早速やっていきましょう。クリア率は 1.00%。 このサディさんっていう方もねめっちゃ有名なんですよ。きっと面白いコースだと思います。さあ初見殺しはあるんでしょうか。これ右はいけないよね。なんで左のこのキノコを取るしかないと思うんですよね。下に来たところジャンプ何うわしかも砲台も降ってきやがった。これは砲台が降ってくる前にすぐこのキノコを取れみたいな感じかな。なんでここで叩いた瞬間すぐ右こっちそういう感じだねこれで合ってんのかな。なんかパンブロック持っちゃったけど持ったまま入っていい感じでしょ。きっとこのままパンブロックを持っていきましょう。これ下罠だよ絶対罠だと思う。ほら見て毒沼が来たでしょ。でこのまんまそれじゃあここはすぐ右下に行けばいい感じだね。そんでこの毒沼は回避できるっていう感じか。オッケーオッケー。そしてここは回転ジャンプで行こう。さあこのまま回転ジャンプでオッケーじゃねなんか溶かしてしまったぞおい肌それじゃあここは回転ジャンプをしないで普通のジャンプで渡ってったらいいと思うんですよね。この状態で次に進めるっていう感じだね。さあ次はどんな罠が待ち受けてるんでしょう。ドッスンがオンオフを変えて右に行く。多分それでいいと思う。なんで変えないの今変えるそれじゃあここはちょっと遅めにドッスンがオンオフを変えるから変えたタイミングでジャンプ。これで合ってる合ってる。そしてあのキノコを早く取ろう。多分これ取っていいと思うよ。さあ来ましょう。きっとこのパックに消されてたよ。でこのまま渡っていっていい。そういう感じだね。さてこのハテナブロックを叩いてみましょう。きっとブラパが出てくる。あこういうか。じゃあなんもない感じだね。あ上なんか怪しくない。ほらこっちなんかあるんじゃないの。あつやつやこっちはうそそれじゃあここ上に行かんでいいね。さっさこの土管に入っていきましょう。ここはオンオフをして入って書いてるでしょ。これ左に行けばいいんじゃないの。そういう感じでしょ。でも下気になるよね。こっちなんでしょ。キノコを取れてあよかった全然よくねえやんか。嘘でしょこれ。早く行かないけん感じだね。いやてっきりこの土管に入ってまた左にすぐ戻ると思ったんだよね。それは違ったね。なんでここでキノコってすぐ右に行こう。多分これで合ってる。よっしゃ中間ポイントさてここの鍵取っていいんでしょうか。こっち怪しくないだって。なんで取りますかアダム。うわーこの鍵は罠だっていうことが分かりましたじゃあこっちだね。こっちで正解なんだね。でこのまま下に行ってこの鍵こっちが正解。なんか上も行けるんだけど。うわどういうこと。ここオンオフします。そしてオープンブロックに乗らないで上に行こう。怪しいよあのオープンブロック。でここでスネークブロックに乗ってさあ共に行こう。そしてイカを踏んで土管に入る。何入れないただ上が気になるところ。この上行けそうじゃない。ほらあ、わかった。ここスネークブロックに早く行けみたいな。多分これで合ってるんだけど右に行くか。お前を忘れてたよじゃあここスネークブロックに乗って早く右下に行こう。こっちの土管入ります。あ、土管入れないね。じゃあドアに入ります。こっちで合ってるね。さあこのパックンが出てくる前に早く右に行きましょう。そしてオンオフを押してダッシュ。バレバレバレ。なんでここバネじゃねえのよしそれじゃあここは P スイッチを押して最後がバネじゃなかったね。次でブラパが出てくるんだね。さてこの上あーこの上はブラパがいるね。じゃあこのまま下に渡っていけばいいかじゃ早く行けっていう感じかでも見て下にカロンの甲羅が見えました。きっとあれが正解でしょう。多分ここに追っておけばいい感じでしょ端っこ。さあ来ました。ここで甲羅を捨てるべきか。一旦捨てていってみようか。この辺でさ捨てて上の様子見ようや。うわどっち行く。これ上行こっか。こっちの方が怪しいと思うんだよね。わざわざ甲羅を捨てさせる。何違うのこの音楽は。死に耐久じゃねえかめんどくさいパターンだな。バネに当たってジャンプうまいこれを3回もしろと。めんどくせえなじゃあここはカロンの甲羅わざわざ捨てないで右に行けばよかったね。多分ねでも捨てていくような感じだと思うんだよね。絶対どっかで罠来るよ
それじゃあここ入ったら左おしっぱでいいと思うんだよね。それかすぐジャンプしよう。すぐジャンプ。よし、オッケー。そしてここドッスンが襲ってくるのか。このハテナは何だろう。あ、B、 わかった。このドッスンより早く行けてきた。そんな感じでしょ。で、これかぶって右。うわー悔しい。どうすればよかったんだろう。あ、わかったよ。 P がなくなったら行けばいいんじゃないの。そしたらあれなくなるでしょ。ほら、で、このまま右に行くと今たまたま防げましたけど、ミラクルが起きましたね。それじゃあ、あ、ここで第二中間ポイント。今日なんか早いんじゃないの。ここで Z。 あ、優しいね。今回普通に行かしてくれました。じゃあ次の土管入っていきましょう。さて、一気アップか、それともメットか。メットでしょ、きっと。こっち怪しいんだよ。やった。合ってたね。さて、上のブラマすげえ怪しいんだけど、魚。まあまあ中間ポイント取ったばっかりだからね、こっから始めていきましょう。ちょ、あい、待って、なんかさっきと違うくない。こっちは絶対違うパターンでしょ。なんか変えてるし、ワーストお、アンティスって書いてるのかな、アンチかな、 SL、 どうなんだろうね。こっちは、あ、ワンチャン正解なんじゃないの。実はこっちが正解みたいな。もうじらしやがって。期待させんな。じゃあここは普通にジャンプすればよかったんだ。回転ジャンプしたらダメだったんだね。で、このツタに登って土管に入る。そしてここ左は金魚が出てきたもんね。なんで次右行ってみようか。右行きます。こっち、オッケー。笑われたけど大丈夫かな。そしてこのハテナなんでしょう。あそれじゃあ、あの左上のハテナブロックは次無視していきます。そんで右の大砲の方に行こう。これに乗っていいのかな。乗れます。あ、そういうことね。あのパウブロックが叩かないと移動しないっていう感じでしょ。うわ、絶対これどっかで下がるやつでしょ。絶対どっかで下がる。右、やったなんなんだお前はさっきから。それじゃあここ花に気をつけていこう。花に気をつけて、このジャンプ、そして右に入る。多分これが正解だね。左上に土管もあったんですけど、ここはどういう感じ。ちょっと毒は襲ってこないね。大丈夫、走っていく。ここ走っていった方がいい感じだね。あ、あるよ、ゴールあるじゃんか。え、どうすりゃいいの。あの黄色いブロックはどうしよう。あ、この P で壊していけと、そういう感じだね。うわ、でもあのサボテン邪魔だな。一旦踏んでみる、どうなるの。どうしようもなくない。こうキノコなんかなんかいるんじゃないのね。どうかして、あのサボテンやられてないかな。やられてる、うそ。じゃあここは一旦右行くでしょ。右行って一旦左に戻って、この P を取るところまで合ってると思うんだよね。そしてこの黄色の土管に入ったらキノコかなんかもらえる、そういう感じじゃないかな。ザバー。じゃあここは一旦右の、あのサボだったっけ、ザボだったっけ、もう訳わかんないんですけど、ここで P を踏んで右にダッシュすればゴールできる、そういう感じでしょ。やった。それじゃあどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。